皆さんこんにちはお直ドーナッツの時間始まりました今日なんですけれども皆さんこのパン見たことあるでしょうか私またまた動画で見つけてしまいましてとっても可愛かったので今日はこちらのパン作っていこうと思いますでは卵オリーブオイル牛乳を入れて全部で 275g にしていきます 今日はなんかオリーブオイルとか入れてピザ生地みたいな感じになったらいいなぁみたいな <laughs>。もうしょっぱなから自信ないんですけど <laughs> そんな感じでやっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、強力粉入ります。お砂糖とお塩とドライイースト入れます。 でこちらホームベーカリーに入れて、えー、先ほどの液体類も全部入れますで入れ終わりましたらセットしますでこちらで一次発酵までしてもらおうと思いますまたちょっと話しても <laughs> おしゃべりおばさんいいでしょうか <laughs> 私今ねあの仲間由紀恵のトリックにめっちゃハマってて今更なんですけど <laughs> ハマっててそしたらねなんかこの前私夜散歩してたんですよそしたらあの近くに小学校があってその小学校の壁のところにねなんか子供たちが描いた絵みたいなのがいっぱいあの壁一面にペンキで描かれているんですけどなんかねふと「あれこの絵ってこんなんやったっけ?」 タララランタンダ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 ン,ダン,ダン,ダンでも頭の中で流れてきてねなんかおかしいぞみたいになって <laughs> あすいませんっていうだけの話です。 ないこと言ってたらもうできました。できた生地がこちらになります。で今日はこれをえっと三分の一と三分の二 <laughs> 当たり前か <laughs> えっと三分の一にまず分けます。でえっとこの三分の一の方を大きな塊で一個まずこうやって作りまして、で残りの三分の二を八分割して丸めていきます。 はい、こうやってできましたらラップをかけて15分待っていきたいと思います。で、その待ってる間にえっと今日はなんかあのピザみたいな感じのやつ作りたいんで、こんな感じでオーブンシート切っておきました。はい、ここからですね。あの大きな方を取り出しまして。あの私の <laughs> 得意な <laughs> あのうどん職人の伸ばすやつで30センチぐらい。 に伸ばしました。で、これをえっとさっき作っておいたオーブンシートの上に乗せます。こちらになります。で、えっとこちらの端っこまで切り切らずに8等分の切れ目をこんな感じで入れます。でですよ。先ほどのえっと8等分した。丸っこいやつを周りに置いていきます。

<laughs> すいません一人で <laughs> 興奮してしまいました <laughs> でこんな感じになりましたでさっき開けた穴のところをもうちょっと大きく広げたいので、えっと、油をつけてこうやって押し付けて穴をもうちょっと大きくしてるっていう感じですあの皆さんのお家にあるこれぐらいのサイズのものでなんか適当に <laughs> やってもらったらいいかなと思います で今日はと具材をウインナーとチーズとトマトソース用意しました。でさっきの穴に詰めていくんですけどなんか動画の先生がチーズから詰めてたのでチーズを入れてでその上にウインナー入れて最後上からトマトソースをかけるという感じでこれを全部やっていきます。でももなんかもう 具材はお好きなものを入れたらいいんじゃないかなと思いますねなんかカレーとか入れても美味しそうですよねはい今日はなんか <laughs> そんなに疲れることなく <laughs> 出来上がりましたこちらになりますって思ってたんですけど私すっかり忘れてまして あの周りにね卵を塗り忘れてましたですので溶き卵を皆さんは具材をのせる前にちゃんと <laughs> 塗っといてくださいもう大慌てで周り塗ってますはいこちら塗り終わりましたでは焼いていきましょうさてさて今日はどうなりますでしょうか焼き上がったものがこちらになります <laughs> おい <laughs> しそう <laughs> やりました皆さん <laughs> 今日はやりましたよ <laughs>、あのー、見た目はまずいい感じですよねでねこの真ん中に開いた穴のところにその先生はなんかソースみたいなの置いてましたお,おしゃれな感じで <laughs> であのまあ 私は予定ないですけどまあ、皆さんはパーティーの時とかでも <laughs> じゃあちょっとあの切ってみましょうはい音ですねはい焼けてますねちゃんと中身はねどうなってるかというあれってなってあの <laughs> なんかね、チーズがトローンってなる予定やったんですけど、めっちゃ普通のパンにやって、<laughs> あれと思って <laughs>、まあ。そうですよね。なんかチーズもちょっとしか入れてなかったですからね。まあ、こんな感じでできましたと。それでは本日の動画はここまでとなります。パーティーの予定なんかないですけど <laughs>。っていうそこのあなた、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。 ご視聴ありがとうございました。